今回はローソンで購入しました天下一品監修こってり天津チャーハンですね。こちらを食べていきたいと思います。いや美味しそうですね。もう電子レンジで温めたんですぐ食べてるんですけど、いやいいじゃないですかね。こちらですね、揚げていきたいと思うんですけど、やっぱいいですね、この天津飯というか、やっぱり天下一品っていうのがいいですよね。こんな感じですよね。このドロッと感がすごいですね。これ天下一品らしさを表していると思いますけど、早速じゃあこのこってり天津飯ですね、いただきたいと思います。うん、いや美味しいですね。このこってりの中にも旨味が凝縮されてますね。これいやいいんじゃないですか、ね、やっぱり天津飯なんですけど天下一品らしさが出てますね。本当にいや天下一品天津飯というところで天つながりでいいんじゃないですかね。縁起もいいんじゃないですかね。美味しいですよ。うん、いやこのカニカバもこもいい感じ出してますね。本当にカニチャーハンみたいですよ。本当にやっぱこのこってりですよね。こってりのスープがたまらないですね。うん、いやこの天津飯でならではの天津飯でありながらやっぱ天下一品らしさが出てるのがいいですよね。さすがこってりですよ。うん、やっぱ満足感が違いますからね。天津飯なのに本当にこってりラーメン食べる気になってきますよ。本当にいや最高ですね。このスープと合わせてご飯も食べられるってところがですね、いやーいいですね本当に。うん、いやこのうまみがやっぱりたまらないですね。チャーハン自体にも味がついてますけど、やっぱりこのこってりソースですよね。こってりスープがたまらないですよ。うん、まあ、チャーハンの味なんで本当にこれに比べたらまだまだってところですけど、まあそれで両方あって完成されてるって感じですかね。うん、まあチャーハンだけだとちょっと物足りないと思うんですけど、このこってりスープを絡めることによって完成された一品ってところですよね。うん、いや本当に他にない天下一品の天津飯って感じですね。うん、やっぱこういう個性があるっていうのはいいですよね。やっぱり他で食べれない天津飯ですからね。まあ天津飯の中だとちょっと邪道かもしれないですけど、まあそれがまたいいんですよね。このジャンク感ですよね。うん、いやこのコクがもうたまらないですよ。いやたまらないですよ。コク美味しいですね。うん、もうあっという間になくなっちゃいましたね。まあ美味しいんですよ。やっぱ値段が高いのがちょっとネックかもしれないですね。あと店で食べるとそんなに変わんないんじゃないかっていう値段ですからね。うん、600円ぐらいしますからね。いやこれはちょっと高いですよね。割高だけどやっぱり祭りみたいなもんですからね。天津飯の天下一品を食べれるってとこですね。いや美味しかったですね。というところで今回はこのローソンの天下一品監修こってり天津チャーハンをいただきました。ご視聴ありがとうございました。